田代滝は、千葉県いすみ郡大滝町にある滝。滝は、いすみ川の支流にあたる西畑川の中流にある。高低差は 9.5 メートル。幅15メートル。西畑川沿岸は水田化された貸段丘が発達しているが、川は深い渓谷をなし、田代滝直下の滝壺付近は両岸に高く、崖がそびえ、樹林に囲まれており、昼も暗い。放水時には、西畑川の全水量が一気に落下し壮観で、いすみ水系随一の滝と言える。この滝は、関心余の西畑川の下谷に伴い、川がそれまでの氾濫平野を下谷、川床の地層を削り込み、貫入曲流を行った際に、流曲の発達によって、曲流短絡が生じ、滝が形成されたことに始まる。周辺には、曲流の短絡により、水が流れなくなって放棄された曲流可動遺跡が残されており、最初の滝は落差が7メートル程度であったことが分かっている。その後、滝の後退が進み、現在の滝は最初の地点より70メートル上流に後退し、落差も 9.5 メートルと高くなっている。田代滝には滝壺にはオロチが住み着いていたという伝説がある。大蛇は里を追われて、隣の平沢川のうち、梨滝に移ったが、土地の有志、関平左衛門に退治されたと言われ、田代滝に近い三条地区の旧家に、このオロチの頭だと伝えられる骨が残されている。ありがとうございます。